昔これを何て呼んでいたか知ってるか？愛しいではないのですか？平安文学では悲しと読ませていたそうだ。さすが部長、博識ですね。愛とはもともと悲しいものなのかもしれない。ですがこのタイプ01の量産化に成功すれば、悲しい思いをする女もいなくなりますよ。まずは適合するモニター探しだな。01にぴったりの女見つけてみせます。This is